はい、どうもこんにちは。おはようございます。おはようございます。すげえ、おい、すごいとこに、すごいとこにね、来ちゃいましたけど。悔しいな、悔しいな。おい、寒いなじゃないの、寒い、悔しいの。いつもの松田さん家を初めて真冬に来ましたけど、よっ、ありがとうございます。雪国にほどある、ほどある、こんな時期だけどサスケやるぞ。ということでね、今から何やるんですか。はい、今からもうね、ちょっと暗くなってきたんで、はい、ちょっと早速ドラゴンやりましょうか。はい、やりましょうよ。いや、俺やらないけど、やりましょう。やりましょうよ。やらないよ、危ないよ。ちょっとまさみくんね、これ、はい、暗い中でもできるっていうね。そうですね、うん、今回また落ちちゃったんで。そうだよね、はい、この状況下でもできるように、もうどんな状況でもできるように頑張りたいと思います。今日掴める、はい、今日バッチし、もう一発で来ますんで。一発で、はい、落ちても雪で大丈夫だから。本当っすか。うん、結構硬いですよね。うちらが暴れて。確かに。まあでもやっていきますよ。見せれないですよ。はい、頑張ります。本番以来のやつ見せてください。よし。はい。絶対滑るよね。安全確認してくださいね。ほんと気をつけて、マジで。ほんまっすね。ああ。どうなの？その、最初の走るところも気をつけてない？ちょっと無理しないようにします。ああ、マジで。ほんとに。こんなの、一番やる状況じゃない環境でしょ、これ。ねえ。はい、おいで。おお。史上初ですね、雪のドラゴングライダー。世界初雪ゴングライダー成功じゃないですか。大成功。おっしゃー。これはメンタル強いですよ。無理かな。次ウルさんですよ。いい、僕がやってきちゃったんですからね。いや、結構ビビったけどね。すごい上手だったじゃん。いや、もうこの辺までもうかなり恐怖心があったんですけど、うん、ちょっとそこ乗り越えて頑張ってみたらなんとか。いや、掴んじゃいますよ。そこ掴むのが嫌なんだよな。いや、素晴らしかったですね。ありがとうございます。本番以上に怖かったっすけどね。これじゃメンタルの練習にもなんじゃないですか。メンタル練習にいいですね。じゃあ雪国は必須ですね、これから。そうですね。そうですねって。あ、冬の間に、冬の間に。そこが一番危ないんで。あ、ま、マットから行っちゃった方がいいよ。マットから行っちゃった方がいい。危ねえ。ご安全に。違う違う、ここが滑るんだって、ここが。だって雪だもの。おーい。さすがです、ね、これぐらいはできないと。あんななんかもうギリギリ掴んでいるじゃん、もう。さすがです。当たり前じゃないですか。全然大丈夫でしたね。全然。松田さんはやりますか。一発やるかね。一発いきましょうか。いや、まあまあ暗いぞこれ。さっきより状況悪いですね。おお、おい、ガシャった。できた。うん、やりました、やりました。順手でしたね。できた。ね、ギリですね。ギリです。去年、一昨年と同じ。そうそうそう、バシャバシャってなるやつ。でもね、やってた。やってましたね。順手だと俺はああなるみたい。ああ、ね、そうなんですね、うん。皆さん成功ということなので。そうか、あれちょっと一人だけやってないんですけど。まあ、いいんじゃない、パンダだから牛だよ。お願いします。はい、お願いします。え、松田さん、今まで何回ぐらいやりました。2回。2回、うん、2回とも1回で成功。1回成功、うん、じゃあもう 50%。 今日3回目。そう。おー、3回目。 33% なるか。33% なるか。なるか、はい、少な。これ重いっすね。俺はもうパチンコで言ったらだいぶ違いますから。え、コツはもうそこからとりあえず。いやいや、もう見たままでやりましょうよ、皆さん。そうっすか。本番ですから。初見ですからね。はい、そうですよね。お願いします。はい、あ、なるほど、なんとかって感じかな。ナイス。なんとか、まあ、いけてるんじゃないですか、うん、足がね、ちょっとカッチリちょい付きくらいですけど、まあまあでも、まあまあ、でも上手だったと思います。上っすね。まあまあでしょ。上だね。じゃあ、行ってみますか。よし、行きますよ。はい。あ、届かない感じ、また似てるんじゃないね。ちょうど届かない感じ。うわ、それで右寄り
次行きます。ナイス、超上手ですよ。さすが、これは良いですね。ちゃんとなんかイメージができてる感じでしたね。そうですね、今まあまあ、うん、イメージ通りかな。ちょっと振って近づけばもっともっとね楽になる。まあポイントはやっぱ足開くと後ろの対岸もつかないんで、あのマトジみたいにこれ狭めると後ろついてる、開いてるとかつかないんで、もう思い描いてた通りでした。へえー、そうだね、さすがです。次誰かな。これは僕でしょ。誰もいないですか。マジで何何やなるほどね。そうっすよ。町田さん、はい、まあまあ似てますね。は、似てる似てる、わかんない、ちょっと待ってやってみない、わかんない、わかんない、ちょっと見てくるわ。おー、なる、すごいね、このスイングの感じえ、同じ。おー、うまい。おー、あっちゃいかんのがいい。でも、本番よりいいね、やりやすい。近いから。あ、近いって。あー、でも松田さんも言ってたの近いって。あ、イメージはもっとこの引っかかりが上にある感じがする。もっと上にあるの。へえ、こういう感じだ。本物より 1.5 センチ短い。あ、これが、うん、あー、じゃあもうちょっとかかりが上ってこと。やっぱり僕の感覚合ってますね、うん、そうですね。じゃあこれはちょっとちょいイージーモード、ちょっとね、ちょっとちょっと。よし、わさび君、はい、いいですか。次はわさび君。やばい、怖い、ガチ初見。スイングエッジ45が基準なんですね、うん、あ、そうなんですね、うん、あ、横から行く感じですか。横から行ったらダメ、ダメ、下からアッパーカット。あ、マジ横からダメでしょ。間に合わない、これ間に合わない。伊佐くんがダメ、伊佐くんみたいになっちゃう。伊佐くん、そっか、うん、こっちなんだ。伊佐からじゃん。なるほど、よし、やってみます。頑張れ初見、待て。うわっ、あ、あ、やばい、あ、わかるよ。大丈夫だよ、まだ。ちょっと何回か振ってみます。おお、よ。どうした、わさび。どうした。ちょっと掴む気がなかったかもしれない、今。なんで。なんで掴め。掴んでよ。こっちの手がね、ちょっともうこの辺に切っちゃってた。これはね、本番無理ですね。これはやばいっすね。悔しい。渡辺さん、はい、本番もうちょい無事ですか。もうちょい無事、はい、これもう一回チャンスあげますよ。いいっすか、はい、もう一回チャンスください、はい、もう一回チャンスあげますので、もっと耐久時間多くして、長くした方がいい。空中にいる時間長くして、ひたすら。やっぱふわっとがないと。ちょっと今ふわっとなかった、うん、もうそのまま行っちゃってる感じがした。なるほど、サスケ2期ないからね。ないっすね。もう1年経ってきたね、さっきから。あの前ね、1年後、1年、もう1年経ったの。ったんだよこれ1年後、まあまあだね、それ。もう1年後、よし、いいね。よし、1年間頑張ってきました。これとわさびに、よし。ああ、ふわっと上がって、手早く動かす。やばい、ふるりうわ2年連続です。くそー、手袋、手袋が悪いお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 い、手袋滑ったなちょっと、もう来年に行ってみますか。ちょっと、俺やるわ。おい、すみません、ちょっと見本お願いします。いや、見本じゃないでしょ、俺だって初見だ、初見じゃなくて。ちょっと待って、え、何近すぎたのなえぇ、マジ万が一あんか、うるさそ、いやいや、万が一あんか、じゃあ、じゃあ、こんぐらいじゃない。あ、そうだね。おえ、また蹴るんじゃねえ。おえ。本気の金的できますよ、それ。お前が怖いよ。俺のが怖い。あ、取れてない。え、取れてないの。ゆうさんが言ったあと俺ここ取り続けるキャッチが終えてねえまだちょっと直線なんだよね。ふわっとしてなくない。
成功なんで、もうちょっと…いや、ついたから、どうなんですか。あ、でもなし。ついたと思ってならない。ついたら成功じゃないし。今はなし。まだです、まだです。今ダメ。まだです。ここは水面なんだ。あ、これ水面ね。こうちゃいちゃダメですよ。なるほど。ちょん、ちょんダメ。ちょんなし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 だからね、これ。別に厳しくないっすよ。え、何？正直言ってるだけで。結構ライナー、え、何？結構ライナーです、ね。俺もライナーじゃない。ヨルさんふわっとしてる。してんの？してる。あ、そうなの。ヨルさんは上にいた状態でぐるってできてるの。あ、そうなの。わさび君は前に飛びながら入れてるだけだから忙しいです。一瞬なの、そこに出せるタイミングが。なんだろう。何が違うんだろう。ね、感覚的に言うと、はい、ここで止まる感じ。止まった瞬間に出すんですか。止まる直前に出すか。止まりながら出してるかな。お、今若干ふわっとしたイメージ、うん、すいません、もう一回ですか。ごめんなさい。もう6年経ってますよ。そんなにっすか。まだあるかな。厳しい。アルティメットなんちゃらになってますよ。今はもうアルティメットスイングチュー動いて回ってますよ。そう、6年経った。6年経ちました。長いね。もうひよき6年ぐらいクリス掴んでる。だいぶ難しくなっちゃったじゃん。だから、あー、違うな。違うな。6年終わって7年目だ。7年目になっちゃう。でも安定してここまで来れてるからね。それいいね。それいいね。説得力ありますね。確かに。7年連続サードステージ進出ですから。そうですよね。すごいよ。ケンコさんと一緒じゃないですか。僕もう一人で先行ってますから。さすがっすね。すごいな。ちょっと虚しくなるんで。いや、僕いつもそうやっていじめられてるんです。いじめてねえよ。お前だったな。俺はいろんなほら情報があって今できてるから、その本番の映像とか森本がやってた YouTube を見てとか、自分の中で昨日も寝るときにこんな感じなのかな、どんな感じかなみたいな。結構ね、昨日も一撃でクリアしたいよなみたいなのを考えた。そこの違いなんでしょうね。少しクッてやるよ。引く、うん、引いて上に滞在時間を作るっていうか。なるほど。で、お、おめでとう。ありがとうございます。8年かかっちゃったよ。8年かかりました。米じゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。わかりました。確かに引く動きっすね。ちょっとそしたら売りやすいでしょ。そうですね。ありがとうございます。いや、でも成功は大きい財産ですね。ありがとうございます。もうちょっと精度高められそうですけど、うん、とりあえずなんか分かってきましたね。これはもう今日寝ずに追い込みましょう。そうです。寝ずに。寝ずに百発百中になるまでいきましょう。ありがとうございます。はい、はい、というわけで今日は皆さん夜遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。夜遅くまでかかったのは本日のせいです。もう真っ暗だよ。何でしたっけ？エンドオブファイナルでしたっけ？なかなか終わらないんで。エンドなんかいいの？いや、もういつも僕じゃないですか。じゃあ最後もう一回やってみましょうか。おっしゃー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 。エンドオブファイナルエンド。ねえ、これ失敗したのない？なんか中途半端。というわけで、わさびチャンネルでした。よかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。松田さん、またよろしくお願いします。わさび君、頑張っておりますので。ひよきさん、ゆうさん、ありがとうございました。応援のほどよろしくお願いします。もう1年間ご指導、ご連絡よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございました。動きが初見と変わっていない。楽しいな。楽しいな。Thank you.